ムタカです。ケイゴです。はい、本日品川カルチャーベースに来ております。はい。本日はフットサル場ですね。はい。なんと今日ですね、えげつないゲストが。今日はえげつないです。出た。今日はほんまにすごい。マジでえげつない。もう過去一なんじゃないかな。いやマジですごい。ナウですごい選手。すごいです。あ、すごい。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 すごいです。すごい。どんな選手かというと、簡単に言ったら僕たちの後輩ですよ。はいはい、サンフルーチェ広島ユースの2個下ですね。2個下の後輩、はい、キャプテンですね。キャプテンです、はい、でしかも1年生から試合出てました。だから俺らと一緒に、そうです、試合に出てます。すごいよ、2個下の4月から試合出てましたからね。そうそうです。2個下のキャプテンといえば、もう2個下といえば宮原、川辺を差し置いてキャプテンです。キャプテンです。そうです。で、すごい選手龍慶です。その後、ああ、じゃあもう完全な後輩ですか。その後龍慶で1年生から10番つけてます。関東リーグトップで、トップでです。えぐいな。もうえぐいです。それやばい。えぐい。マルサとか言っとるレベルですごいです。それぐらいの階段的に言ったら、そう、確かに、はい、ということで、そんな選手来てくれるんですか。いや、もうそんな選手は今日来てくれます。お願いします。お願いします。お願いします。おー、よろしくお願いします。ちょっと太った。いや、だいぶ太った。ちょっと太ったかな。おいおい、4キロぐらい。高校生の時から天才の面影ずれやな。お前消えた天才ね。消えた天才、よくあのテレビである野口翼選手です。お願いします。選手やん、選手やん、元選手だ。すごいよ、すごいよ、ほんまに。俺すごかった、すごかったよね。すごかった。1年から試合で行ってたし、お付き合ったよ。はい、ちょっとさっき娘と。こことここ出てる。いいね、バキバキついた。一回並んでみようか。いや、お前大丈夫。いや、めちゃくちゃ島ここがもう力に。いや、やめてください。なんかそのキャラワーク。技術は落ちてないよ、さすがに。フィットネスは落ちても、そうだね、体力的に落ちても、技術ってそんな落ちてないよ。だから今日はシュート対決をしたい。あ、なるほどなるほど。技術は落ちない。技術は落ちないです。ファビオさんもね、蹴れたもん。そう、だからトラップからシュートを今日は、まあ俺ら対、まあ、後輩には負けられない。これは負けられないです。あれ、キーパーはいないので自分たちで。こいつはシュート打ったらキーパーもするから。そうです。得意です。得意らしい、はい、マジキーパー3本ずつ9本、片方9本。あ、いや、こいつは9本です。イングランド式で、まあ、18本で、18本で、はいはい、18本止める。18本打てる。大体持ってるし止めんといけない。両式でるんで。確かに。いや、こいつ、イニエスタみたいな選手だったよ、ほんまに。まあ確かにイニエスタみたいな選手だったよ。シャビ、イニエスタぐらいの位置づけの選手だった。そう、まあ、だったね。ね、あの強い時西登録されとるけ。いや、だったですよ。多分キャンプにも参加してるし、トップの。そうよ。上がるかなと思ったもん。ほんま川辺と同じぐらいのね。いや、ほんまに。ウルグス。ウルグスか、ノブチ。ノブチ。ウルグスかドライバーか。今は、まあ、ウルブスとドライバーじゃん。今はもうウルブスがすごすぎる。イエスは落ちないってことを証明してもらえないですか。頑張ります。検証ですよ、う言うても。そうです。お前、見てる子供たちも、いや、俺こうなるんかって思わせないためにも、お前頑張れよ。確かに、はい、頑張れ。それでは行きましょう。最初はグッチャキ、はい、はい、これでしょ。成功。今回は、あれです、これハーフェイより後ろです。まあまあ近いです、これ。怖いな、サッカーボールでしょ、しかも。パスティからどうぞ。行こう行こう行こう。うおぉ。はい。いいよ。うぜ。ナイスキーパー。おぉ、シンゲ。いいよ、翼。なしです。やばい、やばいぞ。うわー、結構いい動きしてるよ。ちょっと止めそうにかったわ。やらしい。もも裏に違和感感じてるやつ。うわぁ、ちょっと舐めてかかってるから良くないで
翼あるよ。ありますね、これは。すいません。ちょっと1本は絶対いける。はい、半分は決めたいっすね。ちょっとここで勝ち越しときたいね。はい、うわ、コントロールだね。ナイスキーパーやばいやばい、動きキーパーやん。翼、リラックスしていこう。ナイスタッチ。うわぁ、やばい。翼、決めよう、そろそろ。うわ、手首死んだ。ナイス。一人は疲れてるわ。本気で行って。お前ちょっと疲れて、アップ完了したからいい。いいじゃん、怪我すんなよ。OK、 後半行きましょう。入った。煽られてるぞ。うわぁ、やばいやばいやばい、同点やつ、はい、アーリータッチ、よし、うわやばい、やばいじゃん。とりあえず勝ち越した。あー、ナイスタッチ。いやー、分け入った、分け入った。今4対2。いやとりあえず2点取ろう、まず。
わかないスキー今の。読んでたよ。今読んでたよ。わかないスキーだよ。エグいじゃん。もう息上がりすぎやろ。シュートで息上がる？上がる。しかもスタンディングシュートやで。よし、これはもう1人1本ずつ打って。翼さん3本。はい。これ、2は決めたいね。2。2行こう。2行ったら勝つよ。1本決めたい。試合行こう。頑張れ。頼むわしげ、しげここで挽回しろ。はい、うわあ速い球が速い球がそうギリギリのラインのところでトラップした方がいいぞマジで。そうっすね。せめて決めて終わろう、翼。あ、煽られてるから。うざ。俺だから。あ、そうっすね。俺じゃないんだよ、お前。終わったよ、お前。お前、消えた天才。お前、ジョージだって筋肉で全部埋まってんだ、マジで。全方向埋まってるから、筋肉で。あいつのここの、なんか三角筋かよくわかんないけど、ここでこう、あんなって。トグロみたいに言うんだよ。トグロ弟みたいに言うんだよ。知らん、知らん。はい、ってことで、リゼムの勝負です。よし。いやー、さすがにね。こんなポンポコリンに負けないですよ。危なかったよね、うん、前半1ですから。いやでもファー巻きはやっぱあるんだけど、うん、ファー巻きっていうか右巻きね、うん、それ潰しちゃえば、うん、最初は確かに技術の高さやられました、うん、しかしもうそれ分かったら分かったよ。だってもうないです。駆け引きで負けました全部同じ形でだからもうその次は対応能力がなくなってるからそれを切られた後えらい光ったら言うやん先輩ずらしてるわ。まあでも勝ったから言えるからね。勝ったから言えるから。しかもまあまあ止めてるでしょ。確かに。まあまあ、お前ラストあれ決められたら負けない。まあまあ止めてるからな。お前どうでした。いや久しぶりに一緒にやってて、俺勝ってるやつなんだ。楽しかった。体力でめちゃくちゃ汗かく。一人三役やってるよ。今後出るかもしれないから、リゼムチャンネル、はい、やっぱサンフリースつながりなんだ。確かにフットサル大会とかね。絞れよお前。絞ってじゃ戻そう。戻します。で俺らでも大会とか出れるんでしょ。あの時のちょっと光を取り戻した。ちょっと悔しかったんで。光のかけらもなかったで。あの痩せてリベンジします。ああ、やっぱ悔しさ出るやろ。いや出ますね。痩せてこい。はい。はい。はい、ってことで以上になります。それではまた次の動画で。いや。